皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー、今週も始まりです。はい、よろしくお願いします。お願いしますもうだいぶ回数重ねてきたんで、はい、調子に乗ってきたんじゃないですか。調子乗ってきたんじゃないですか調子出てきましたよね、少しずつね。思ってることがダダ漏れですまあ流しちゃいけないことは多分ピーって入ってくると思うんで、またよろしくお願いします、はい、そこはそれで、はい、まあなんて言うんでしょう、思ったことをどんどん正直に言っていかないとね、やっぱり伝わらないことも増えてきちゃうんで、うん、そうですね、うん、しかもね、はい、わざわざネットに載ってるニュースを扱って、うん、コメントをするって大層なことやってますから、まあ偉そう、はい、まあ偉そう、はいはい、そんなところで今日のニュース、どんなニュースなんでしょうか。お、来ましたね。これはこれは結構遡りましたけどね、日程的に2020年3月13日のニュースですから、うん、で弁護士 .com、はい、もうなんか困った時の弁護士 .com みたいになってますけどね、AV 業界の改革、うん、2年で販売停止6000件超え、うん、フルコースの出演強要も新たに発覚、 AV 人権倫理機構っていうのがなんかできたんですよね。できたんです、うん、そうなんです。1998年でしたかね、うん、はい、98年です、はい、うん、強要 AV 出演を強要されたって訴えた事件があって、うん、まあ、その時にこの団体ができて、うん、まあ、業界の何ですかね、まあ健全化に今注力されてるっていうことですけども、 それでも2年で販売停止6000件超え、うんうん、このフルコースの出演供与って、私ちょっと細かくわからないんですけど、どういうことなんですかね、これ。ごめんなさい、私も初めてこの表現を聞きました。まあフルコースっていうからには、最初から全く AV という話をしないで現場連れてっちゃうとか、そういうことなんですかね。今でもゼロではないとは聞くんですけど、うん、はい、ほぼほぼ承認を取ってから出演される方の方が多いんですけどね、どういうことなんでしょうね。ちょっと私もこれ聞きたいです、ちゃんと。じゃあ、はい、弁護士 .com によりますとというところで行ってみましょうか、はい、2018年ですね、2月から元女優さんが出演作品の流通販売配信停止を申請できる受付窓口を設置したというのは、この業界ができたということですね、はいはい、で、そこから今年の2月、去年の2月ですね、2月末までの約2年間で販売停止は6074本、うん、はい、販売停止はしていないが女優名は削った、うん、隠したが、うん、2950本、うん、合意書で停止は248本、うん、販売継続は1117本となった、はい、うん、でこの業界ではこの負のインセンティブっていうのを、契約に設けるようにしているらしくて、うん、要は後々販売を差し止めてほしいという話が来ると、ペナルティがメーカー側にかけられるっていう制度を設けてるらしいんですね、うんうん、それによって、メーカー側はなんていうのかな、マイナスを被るんで、うん、まあ、悪いことしないと、はい、うんうんうん、いうことだそうです。で、まあ、ここ1ページの段階で話しますけれど、うん、小室さんの感覚で販売停止6074本、うんうん、で販売継続1117本、うん、この数ってどんな印象ですか。本当はもっと出ていいはず、うん、うん、だと思う、うん、で私の周りでも、うん、もちろんこの AV 倫理機構ができたことは知ってるし、はい、ご自身の作品がまだインターネット上で販売されているっていうことも知ってるけれども、うんうん、実際に申請をするのが怖いっていう女優がいるのも知ってます、うん、怖いんです。怖い、そう、なるほど。今までネタを起こすなじゃないけど、うん、そっとしておいたものが、うん、わざわざ自分が紙1枚、うん、申請1枚出すことで、うん、またそこで、うん、話題になっちゃう、
それが怖い。もうこの業界を離れて、うん、本当に普通の一般のご家庭のお母さん、うん、奥様になってる人たちですよ。本当に寝たわざわざ起こす必要がない、うん、でもリスクとしては、うんうん、まあ、いつ偶然でお子さんが見ちゃう可能性もあるってことですよね。一番怖いのは、はい、同じ学級のお父さんが一番怖いって言ってました。そこに見られる可能性は少なくてもゼロではないでしょう。これが一番怖いんだって。なるほど、うん、でなんか脅してきたりとか、うん、そういうことがありえるってことですかね。あとそれが、うん、お子さんに影響がいく、うん、あの子と付き合っちゃダメよって言われるのが怖いって言ってました。なるほど、うんうん、そこ深刻ですね。これはもう自分がどうにかして止められるものではないので、それも考えると、うんうん、出せないとは言ってましたね。なるほど、うん、はい、これ2つ前かな、うん、番外編の時に3年間で小室さんが43本でしたっけ、はい、出演されたビデオ出ました、はい、出ました、うん、っていうふうに言ってましたけれども、まあ私近い業界にいたんで大体わかるんですけど、その43本って、うん、再編集され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 って、うん、何百回も市場に出ますよね。そうですね、うん、その43はオリジナルなので、はい、そこから再編集ものがいくら出たかもわからない、うん、ですよね、はいはい、おそらく再編集されて世に出たものの方が100倍ぐらいあるんですよね、きっとね。ありますね、はい、うん、じゃあそれのギャラって女優さんもらってるんですか。ここの2018年の段階から契約したものに関しては、うん、これ私が聞いてる情報です、はいはい、契約した女優さんに関してはプラスのインセンティブ発生してるそうなんです。これから変わってきたんですね。そう、ここから変わったそうなんですが、私も実はこの、うん、AV 倫理機構の中にある一つの機構のアバンというのに登録したんです、うん、はい、前日、はい、私どうなるのかなと思って登録して返事来たら、はい、該当する作品 の、はい、そのやっぱりじゃあ5000円とか1万円とか、うん、利用料が発生しないと支払われないそうなんですけど、今のところはないですと、うん、なるほど、いうの連絡が来たのが一つと、うんうん、あとこの2018年以降より前に契約していた作品に関してはどうやらこれは適用にならないらしいです、うん、完全に前ですもんね。完全に前ですよ、はい、何年前なんですかって話です。1990代代半ばですからね、うん、そうなんです。だから私の作品っていうのは2018年の2月以降に再編集されたものに関しては私にも権利があるけれども、ここより2018年2月以前に再編集されたものに関してはどうやら権利がないというのが現在の考え方みたいです。すごい世界ですよねそんな商業契約あるのかなって私当時思ってましたけどね。はい、あるんですよ。後でちょっと話しますけど、はいはい、でまあちょっと先進めますね。教養事件、まあ、さっきのフルコースの教養事件ってありますけど、うん、まあ、これが何かっていうのまでは書かれてないんですけど、うん、流通停止の申請者390人で、まあ、あれだけの1万9000っていう申請があったらしいんですけど、うん、本数の、うんうんうん、はい、うち12人から出演強要があったっていう申請も同時に出たらしいんですよ、はい、ただこの機構が調べたところ、うん、強要事件だと確認できるものはなかったと、まあ、どこからどこまでを強要というかっていうところの差だとは思うんですけどね、うんうんうん、で一方別のルートから、うん、この申請者とは違うところから調べているうちに、うん、強要事件が見つかった。これは2019年だったらしいんですけれど、うん、スカウトされて、うん、AV ではないと偽られて出演したケースで、すでに申請の手続きを取ってもらい、すべて販売停止になったというと、うんうん、まあプロダクションで、ね、それこそ小室さんと同じでうちアダルトもやってるよっていう事務所ですよね、おそらく、うんうんうん、結構な
大手の事務所でもありますよ。はい、皆さんご存じないかもしれないですけど。まあね、うん、ねえねえね、表参道のあたりにある事務所さんとかね。怖いですね。うん、本当あのこの機構ができてから、うん、まあ、とにかく AV の出演強要というこのキーワードがニュースになってから、かなり AV 業界その辺センシティブにやってきてるはずなんですけれども、うん、はい、とはいえ俺たち関係ねえよっていう人たちもやっぱりゼロではないですよね。でもそんな中でますら、留保付きではあるけれども、この留保付きっていうのがね、後々問題になるんですけど、うん、フルコースの強要事件は極めて今は珍しいっていうことだそうですね。で、うんうん、で続けていくこう、ただし、はい、闇があることは間違いない。はい、うん、ここの河合理事というのがいるんですけれども、出演強要以外にも契約があまりにも女優にとって不利だ、うん、ものすごく人身売買に近い、はい、今の時代で人身売買なんて言葉そうそう出てこないですよね。これ来ないですね。まあ、具体的にはギャラ問題だ、先ほどのね、うん、再編集されたものには権利はありませんみたいなね話とか多いですよね。うんうん、あともう一人山口理事というのもいるんですけど、はい、我々は自主規制の枠組みでやっていて、ベストじゃなくてベターを目指している、うん、至らないところは絶対に出てくると、やっぱり両方に主張があるわけでしょうから、はい、それもちゃんと聞きながらやっていっていると、うん、ただその中で審査を受けたくないメーカーをどうやって中に入れていくかということは大きな課題、うん、で現実としてこの機構が去年の、ですから一昨年のですね、2019年の11月に実施したアンケートでは、加盟するメーカープロダクション381社のうち、加盟してるんでしょ、うん、381社加盟してるのに137社しか回答していない、うん、少なくとも残りの部分は闇に隠れていると言えると、うんうんうん、どんな闇なんですかね。まず AV 業界って、うん、はい、あの3つに分かれてもらってると思っていただいていいと思うんですけど、はい、うん、1つはメーカーです。はい、はい、メーカー。1つはプロダクションです。プロダクション、はい、で1つは制作会社さん。制作会社、はい、はい、うん、ここの3つが協力し合って1本の作品を作ってると思っていただいていいんですけど、具体的に言うとメーカーというのがソフトアンドデマンドだったりとか、うん、ムーディーズだったりとか、うんうん、そういうところですよね。そうです、はい、で制作会社っていうのはそこに、頼まれて現場を管理してる会社、うん、はい、でプロダクションというのは女優さん男優さんを送り出す会社ということですね。この3つで成り立っている世界なんですけど、うん、その今の AV 業界の現状って、うん、この闇の責任をみんながみんな投げ合って責任を押し付けてる状態なんですよね。ほう、はい、ほう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 、片やあのロビングをしてるメーカーさんもあれば、うんうん、片やこうやって、うん、で属してはいるけれども、うん、俺関係ねえよって言ってるところもあれば、全く関係ねえよって言って、うん、この381社以外は入ってもいないってことですからね。そう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 、はい、っていうのもあくまで AV っていうのは自主規制の世界なんですよ、うん、はい、そうですね、国から何かこう定められたルールがあるかっていうと、うんうん、それは正規を見せないっていう、うん、ところだけで、まあ正確に言うとビデオ倫理の機構があるんですけど、それに入れちゃうと今の AV は全部アウトですよね。はい、はい、うん、薄消しですからね、うん、はい、じゃあその濃さも決まっているかっていうと、うん、これも決まってなくて、うん、その濃さをじゃあ誰がチェックするのかっていうと、これ人の目で確認をしてるんですね、うん、はい、その人の目で薄いか濃いかをチェックしてるの、実はここ若干差が出てくるんです。そうなんですよね。そう、担当によって全然変わるんですよね。そう、そう全然変わるの。だからあのね、これちょっとした裏話なんですけど、うん、AV 業界でそのビデオ臨時審査を受けに行く窓口に持っていく人っていうのは女性が多いんですよ、うん、私それ見たことあって、うん、あの割と可愛い女性が行って審査を受けると、うん、まあいいやって言って通してくれるっていう。へー、そうなんだ。そういうのを実際やってるメーカーさんいましたね。
ああ、やっぱりその辺もね、はい、ちょっとこう色仕掛けじゃないけど、はい、そういうのは正直にあるんですよね。この山川井理事も山口理事も私、うん、面識あるんですけど、はい、まあ、お二人ともねすごくこう AV 業界のなんていうのかな、活性化っていうんじゃない、なんていうの、まあ、健全化、健全化にすごく尽力されてるんだけど、この団体自体がじゃあ女優さんとこのメーカー側、あの作品を出した側との調整をしてくれるわけではないんですよ。ただ橋渡しをしてくれるだけなので、多少のねこうお話し合いは持ってくれるけれども、基本的には女優さんとメーカー側っていうところなので、そんな中で女優さんが一人で戦えるかって言ったらやっぱ戦えないですよ、正直にそれは思います。で契約も、ね、河合理事も人身売買、この河合理事ってあの桐蔭学園の大学の教授なんです。でやっぱすごい詳しい方で人身売買に近いって、私も話を聞いたことありますね。ちょっと私個人的なあの興味なんですけど、あの結構、まあ、18年以降ほとんど聞かなくなりましたけど、なんか暴力的な事件とか起きてたりしてるじゃないですか、何件か。ありました。バッキー事件とかね、有名なので言うと、あの現場って、まあ、AV の撮影現場ってマネージャーさんとか事務所の人一緒に行かねえのかって思うんですけど、行かないんですか？行く場合と行かない場合とあって、有名女優さんが行かない場合、これは私も該当するんですけど、女優さんが一定の信頼を事務所から獲得していた場合、時間に遅れないとか、ちゃんと現場に行くとか、挨拶できるとか、あの現場でねうまく立ち回れるとか、そういう一定の信頼があれば、プロダクションはじゃあ一人で行ってねってなるんです。でもう一つは、あの逆につかなかった場合が、つかなかった場合は、ついても金にならない、あ人件費の方がかかっちゃうっていう女の子の場合は現場に入れてギャラを回収して、または、じゃあよろしくお願いしますって入れて、それで終わりっていう、それこそこんな感じですよね。なんかね後半の方の話は、そこのプロダクションさんが現場スタッフとか制作人に対して信頼が置けてる置けてないの話ではないと思います。特に今の業界は女優さんとマネージャーの立場がこれまた変わってて、マネージャーという名前の人材派遣なので、窓口なんですよ。だから女の子を守る、育てるっていうところとはちょっと意識が違うので、なるほどね。できれば経費はかけたくない、最小限のコストに抑えたい、となるとやっぱりこうギャラ的に安い子に現場につけるかっていうと、他の子についた方がいいわけですよね。回収できますからね。そう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 、なるほど。そういうことがあるわけですね。ありますね。それ考えるとあれですよね、インディーズのバンドの人についてるマネージャーさんとか、それこそそんなに売れてないグラビアアイドルのマネージャーさんたちって偉いですよね。偉いね。好きじゃなきゃ本当についてきますもんね。できない。AV 女優さんにもローディーとかつけばいいのにね。はい、ファンの人が本当についててくれたら、そうですね、まあ、仕事のことは分かんないかもしれないですけど、女の子的にはもしかしたら、ね、安心できる人がそこに一人二人いるだけで全然違うかもしれない、そうですね、まあとりあえずこういう、まあ、全部表にはこう話せないというか、表にできない部分もいろいろあるんですけれど、こういう闇のあるような業界で、闇に乗っ取ったようなフィクションが作られていると。フィクション、その 闇っていうところでもう一個話していいですか？はい、どうぞ。私、自分のね、20年前の作品の契約書どうなってんのかなって、調べたんです、したら私今43本一応、
オフィシャルで、はい、オリジナルで作品出てるんです。ちゃんと契約書書きました？プロダクションが代理で契約をするので、私はプロダクションと、うん、まあ、覚書みたいな会社だけなんですけど、はい、調べてもらったんですよ、はい、そしたら43本中契約書交わしたの3本だけだそうです、うん、びっくりしちゃってマジでと思って。本当ですか？うん。でじゃあその契約書を書いたと思われるメーカーさんに、はい、契約書残ってますかって連絡したら、うん、はい、ないそうです。その3本すら。そう、びっくりしちゃって、マジっすかって。これはちょっとね問題ですよね。ですね。でも私まだ停止の申請をしてないので、うん、ここで停止をするのか、それともじゃないのであれば今の段階からもう一回再契約をすること考えてもらえませんかっていうのをどっちにしようかなっていうのを今考えてます。なるほど、すごいでしょ。20年前、全部口頭ですよ。何の証拠もないっていう。怖いですね。だから闇なんですよ。皆さんちょっと、はい、いろんな話出ましたけれども消化しきれましたでしょうか。はい、じゃあなかなか難しいとは思いますけれども今日もまとめていただきましょうか。難しいな、難しいな、はい、そうね、うん、AV は本当にフィクションです。それを心して AV をちゃんとお金を払って見てください。よろしくお願いします。以上、はい、世の男性諸君、小室さんからの切実なメッセージでした。では今週の小室よりのネットでウィークエンダー、この辺でまたお会いしましょう。さよなら。お金払って。あ、今日は怖い。